市原市長の佐久間貴義と申します。1946年6月19日生まれ、67歳になってしまいました。人生一番いい年齢ではないかなと自分で勝手にそう思ってますけども、より一層子どもたちのために頑張っていきたいとこのように思っております。記者の皆さんには、市原のことだけじゃなくて日本中のさまざまな案件について、アンテナを高くしていただいていると思いますが、とりわけ市原のですね、幸せづくりのためにお力添えいただいておりますことを心から感謝を申し上げたいと思いますし、また特に今年は市政施行50周年になりますので、この50年というのは一体どういう時代だったのか、そしてこれからの50年はどうすれば本当にいいのかということをいつも意識しながら市政運営とその発展の施策を展開していきたい、まさに全庁一丸オールイチャラで、次の世代のためにしっかりと進めていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。本日はお忙しい中会見にお出ましをいただきました皆様に心から感謝申し上げます。後ほど案件についてその他について4件ずつ、ご報告をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。第3回上総市原国府祭りの開催につきまして申し上げます。案件の1、第3回上総市原国府祭りの開催について説明をさせていただきます。今年は10月26日土曜日、27日日曜日の2日間、上総更科公園と上総王子、これは五井駅 の近くでございますが、そこを会場としてやらせていただきます。この祭りは歴史や文化に根ざしたふるさと市原の魅力を市内外に発信し、多くの方々が訪れていただき楽しんでいただき、市民の誇りや郷土愛を育むことを目的といたしまして、もう市民祭りとして30年以上にわたって進めているものを最近リニューアルをして、より全国区になれるようなお祭りとして多くの方々にご認識をいただきたいという思いでやらせていただいております。今年は特に区画整理組合の皆さんからお配りさせていただきました資料の中にあるかと思いますが、この山鉾出し高さ約10メートルございます。これは漆を塗ったようなそういった素敵な大事になって山鉾出しになっておりますけれども、これとそれから、写真にはございますように上総国市原は、国府があり、国分寺、国分寺がありましたが、国分寺に70の塔がございました。それを模した、出しも、運行することになっております。市原市最大のお祭りでございますので、市原の皆さんにはぜひご参加をいただき、またPR 方もよろしくお願い申し上げたいと思います。今年の、主な見どころは今申し上げましたが、山鉾出しと、70の塔を模した高さ約5メーターの出しの巡行でございます。山鉾と出しの引き渡し式を、今月13日日曜日に、国府祭りの会場である上総更科公園にて午後1時より行いますので、このイベントにもぜひ皆様にもお越しいただければ大変ありがたいなと思っております。もう一つの見どころは、パレード会場において市原青年会議所主催の県内で初めての大綱引き、市原大綱引きをさせていただきます。こちらは市原市を東西南北4チームに分け、太さ約10センチメートルから15センチメートルのこんなに大きな綱を引き上げる、そういったものでございますが、各チームそれぞれ200名ずつがですね、4チームに分かれまして、総勢800人の市民の方々が引き合って勝負をいたします。市原に歴史的背景を持つ源頼朝をキーワードに、頼朝の行動力や勝負運、仲間たちとの結束力の強さにあやかり、地域の団結力を競うものとして、
企画したものでございます。その他にも千葉よさこい2013やフラダンス、みこし、マーチングバンド、練り踊りなどがございます。現在出演予定団体数は142団体で約7100人の申し込みをいただいているところでございます。このよさこいのチームの皆さん、若い方々ですけども、もう皆さんご存知だと思いますが、本当に礼儀正しくて、まあお祭りですからいろんなゴミが散乱するのは当たり前なんですが、そういったゴミをですね、自らがもう、まあ、持ってきたものでなくてもとにかく、きれいにしてお帰りになるような、そういう青年の集まりであって、私も大変感動しておりますが、その皆さんのよさこいも、ここで披露していただくことになっています。そして会場内では約100店舗の市内、商業者などによる食事物産コーナーに加えまして、中房総地域からの出店ブースを設置する市原、国府市、こんなものもさせていただくことになっております。県内外から約30店舗が出店する千葉県ラーメン選手権も、同時に開催をいたします。このように2日間盛大に開催してまいりますので、ぜひ3回目となる葛西市原国府祭りの PR も、そしてまた皆さんにもご参加いただいてお楽しみいただければ、大変ありがたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。愛と希望あふれる街市原を目指してという、まあ、タイトルでございますが、10月20日日曜日午後1時から保健センターで市原健康大使の皆さんによる活動報告会と講演会を開催をさせていただきます。市では健康市原21計画を策定し、市民一人一人が自然を感じながら日々の健康づくりを楽しみ、地域で共有して伝え支え合う町を目指す姿として市民の健康づくりを進めております。現在市民が市原健康大使となり、市原を愛し、市原の良さを生かした健康づくりを自分から家族へ、家族から地域へ広めるさまざまな活動を行っております。今回は健康大使がどのような活動を行っているのか、市民の皆さんへ活動報告をさせていただくことになっております。また全国的に健康な町づくりを進めている順天堂大学の島の内則夫教授にお越しをいただき、自分らしく幸せに生きていくための幸福因子ハッピーファクターを見つけようということをテーマに講演会を開催いたします。市民が生きがいを持って心身ともに健康であることは、幸福都市市原の実現にとっても重要なものでございます。市民の皆さんには、ぜひご参加いただき、自分にとっての健康とは何かを考えていただける機会となることを願っております。記者の皆さんには PR や取材等よろしくお願いいたします。以上でございます。三軒さんの保育所における市政50周年おめでとう給食の実施について、案件4の学校給食における市政50周年記念献立事業の実施について併せてご説明をさせていただきます。市政施行50周年を迎えたことを記念して、保育所や公立幼稚園、小学校、中学校において50周年記念給食を実施することにいたしております。保育所では50周年記念シンボルマークをかたどったお子様ランチを提供いたします。これは子どもたちの郷土愛を育むとともに、市原の子どもたちの健やかな成長を願い、共に祝うことでみんなが元気になれるふるさと市原を目指すものであります。実施日は市の栄養士が作成した献立により、公立保育所17施設、民間保育所合施設、キャラクター給食等を、提供いたします。10月22日火曜日には白鳥保育園を私が訪問し、子どもたちと給食を共にし、お祝いをしたいと思います。次に公立
幼稚園、小中学校を対象にした学校給食では、50周年記念特別献立を実施いたします。予定しております献立は、姉崎大根を使用した大根スープカレー、大根入りつくねや、品井産コシヒカリを使用した米粉ロールケーキなどです。献立は市原商工会議所姉崎支部主催により2012姉崎大根グルメ D1 グランプリにおいてグランプリを獲得した日本料理やくもの店主遠山正光氏に考案していただきました、調理指導を考案していただき調理指導を受けたものでございます。11月8日姉崎学校給食共同調理場紹介として千葉県が地産地消月間と位置づける11月中に市内各共同調理場において実施し各小中学校及び公立幼稚園に提供いたします。初回となる11月8日には教育長が献立考案者である遠山氏と一緒に姉崎小学校を訪問し児童と給食を共にいたします。こうした機会を通じて子どもたちに市政施行50周年の意義を伝え共に祝うことで連帯意識を醸成するとともに一層の地産地消の推進を図ってまいりたいと考えておりますので皆様には取材の方よろしくお願いを申し上げたいと思います。以上でございます。市民大学開校式について説明いたします。市では障害学習センターのメイン事業となる市原市民大学を開校いたします。その開校式は10月11日金曜日午前10時からサンプラザ市原9階研修室で執り行います。記念講演には市原市障害学習推進アドバイザーである飯島淳氏に自然地域芸術が調和した懐かしい未来へと題しまして講演をしていただきます。受講生の皆様がこれから基礎講座や専門講座のカリキュラムを始めるにあたり、まちづくりや人づくりのために必要な身近なつながりを考えるヒントになるような講演を行っていただきます。また、講演の最後にはリラックス効果を導く古楽器、陽琴の生演奏をしていただく予定です。受講生の皆さんには、市民大学で学友たちとの2年間にわたる学びをきっかけとし、さまざまなつながりを広げ、さらなる自己実現を目指すとともに、地域活性化の原動力と、なっていただければと考えております。取材につきまして、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。続きまして、その他の2でございます。市政施行50周年記念事業第9回市原いい田いい田収穫祭りの開催についてでございます。いい田いい田とは素晴らしいねとか素敵ですねというそういう方言でございますが、この方言を使わせていただいていい田いい田収穫ができてたくさん取れてよかったね、おいしいものがたくさん取れてよかったですねっていう、そういうまあ意味合いを持った名称になっておりますが、市原産の安全安心な農産物や畜産物、ふるさとの伝統の味を PR する場として、また食育の推進、消費者との交流を目的として、10月19日土曜日、農業センターで市原いい田いい田収穫祭りを開催いたします。第9回目を迎える今回も農産物や農産加工品の販売、縄内体験、農産物収穫体験、搾乳体験などのほか、地元生産者による餅つき大会も行う予定です。このほかにもミニ動物園、太鼓演奏など、ご家族の皆さんで楽しんでいただけるよう企画しておりますので、市民の皆様への PR や取材等よろしくお願い申し上げます。以上です。広げよう心も体も健康市原をスローガンに10月20日日曜日午前10時から保健センターおよび U ホールで第38回健康祭りを開催いたします。
開会式ではシルバー良い子の良い葉のコンクール、親子の良い葉のコンクール8020運動普及標語のそれぞれの最優秀者に表彰状を贈呈いたします。合わせて健康祭りに貢献していただいた方には感謝状を贈呈しいたします。主な内容としましては、健康情報の提供や相談コーナー、測定体験コーナーなど、一人一人が健康に関して理解を深めていただけるものを用意しております。また、年金相談コーナー、国民健康保険事業のパネル展示、福祉会館の創作工芸教室作品展示なども行います。この健康祭りに多くの方にご参加をいただき、一人一人の健康への意識が高まればと考えております。PR 取材等どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。姉妹都市交流20周年記念事業の実施でございますが、このことについて説明申し上げます。市原市は平成5年11月10日にアメリカ合衆国アラバマ州モビール市と姉妹都市提携を締結し、今年で20周年を迎えます。また市原市は市政施行50周年という記念すべき年であることから、モビール市から訪問団を招いて、市原市国際交流協会との共同により記念事業を実施いたします。この事業では、これまでの青少年をはじめとした交流を訪問団の方々と祝うとともに、さらなる相互理解により民間交流の推進など両市の友好関係の発展を図ります。訪問団は市原市に10月25日金曜日から10月28日日曜日まで4日間滞在し、市長表敬訪問、歓迎レセプション、湖畔美術館の見学などを予定しております。また滞在中に開催します第3回葛西市原古墳祭りに参加することで、市民の皆様が姉妹都市モビール市の方々と交流する機会といたします。ぜひ訪問団の方々には心を込めたおもてなしにより市原市を満喫していただきたいと思います。以上です。